愛する兄弟姉妹私に従ってきなさい」の用いて成文を読んでくださり感謝します日々の学習で素晴らしい結果がもたらされています本当にありがとうございますあなた方は一つの大いなる技のもといを据えつつあるからであるそして小さなことから大いなることが生じるのである成文から救い主の教えを読むことは家庭を信仰の聖なる場所 聖文学習の中心に変え御霊を招きます聖霊は私たちを生涯にわたるキリストの弟子に変えてくださいますこの数年間私たちは全ての福音の真剣時代で神がその子どもたちに教えられたことを見てきましたどの真剣時代にもよく知られたパターンがあります 神は預言者を通してイエス・キリストの福音を回復し明らかにされますが時が経つと一部の人は主,主とその福音から離れていきますこれを廃経と呼びます福音は最初にアダムに与えられましたが子供たちの中には廃経する人がいましたこの回復と廃経のパターンは 各真剣時代に繰り返されてきました。私たちは今、時満ちる真剣時代に生きています。廃墟で終わらない唯一の真剣時代であり、救い主の再臨と複千年の統治の避けがけとなる時代です。では何が違うのでしょうか。 主は特に今の時代のために何を与えてくださったでしょうか心に浮かぶ答えの一つはイエス・キリストのもう一つの証であるモルモン書です神はもう大廃墟がないと約束されましたが私たちは個人的な廃墟を避ける必要がありますネルソン大館長が教えているように 個人の霊的成長の責任は各自にあるのです。今年私たちがモルモン書を学ぶことで常に救い主に近づき主の近くにとどまる助けが得られます。それは成分研究と呼ばれ努力がいりますがいつも新しい事実を学ぶ必要はありません。モルモン書を読むことが神を感じるためだけの場合もあります。つまり 世の中に出て行く前に霊的に強められ辛い日を過ごした後に癒しを得るのです成分研究の目的は天の御父とイエス・キリストに対してさらに深く改心しさらにお二かとのようになることですこう自問できるでしょう今週のモルモン書学習で聖霊は何を教えてくださっただろうかまた そのことで救い主にどれくらい近づいただろうかこれらは家庭での成分研究に適した質問であり教会のクラスに最適の質問です平日の家庭学習を改善することで教会での教えを改善しますこうして解くものと受けるものが互いに理解し合い両者ともに強化されてともに喜ぶのです 今週のモルモン書の研究から御霊によって心に残った聖句をいくつか紹介しますニーファイはヤコブにこう告げましたこの版は保存してよよ伝えなければならないまた神聖な説教や重要な啓示あるいは予言があればこの版に刻み私たちの民のために書き記さなければならないヤコブは後に明かししています 私たちは成分を調べてこのように証しするものが数々あるので私たちは希望を抱いており私たちの信仰は揺るぎないものになっているこれらを読んでニーパイが真中盤について述べたことを思い出しました私たちは記録を手に入れそれが望ましいものであることを知ったそれは子孫に主の戒めを残すことができるものである それゆえ私たちがアれヌを旅するときにこの藩を携えていくのは主の知恵であった成分を持つことがリーハイト家族にとって知恵であれば私たちにも知恵なのですその価値と霊的な力は今も色褪せることはありません歴史上今日の私たちほどモルモン書や他の成分を利用できた民はいません リーハイの家族は真鍮版を持ちましたがすべての天幕に成分があったわけではありません最も重要なモルモン書は私たちが実際に読んでいる一冊ですリーハイは命の木の次元で神の愛を味わうことの大切さを教えています彼はその実を食べた後妻のサライアと息子のリニーファイ・サムを見ました 彼らは迷っているかのように立っていたそこで私は来て他のどんな実よりも好ましいその実を食べるように大声で言った彼らはやってきてその実を食べた私はリーハイの子育ての模範が好きですササライアニーパイサムは 義にかなっていましたが主は彼らにもっとよく素晴らしいものを喜ばしいものを用意されていました彼らはそれを知りませんでしたのでリーハイは来て実を食べるように大声で彼らを呼びましたリーハイの指示は明確で誤解の余地はありませんでした私の親も同じようなことをしてくれました 11歳か12歳の頃母が尋ねましたマーク福音が真実であると聖霊に教えてもらった私は驚きましたいつもいい子でいたので十分だと思っていたのですしかし母はもっと必要なことを知っていました自分で知る必要があったのです私はまだだと答えましたが 母は全く驚いていないてなようでしたそれから言いました今でもそのことを覚えています天のお父様は自分で知ることを望んでおられるわでも努力が必要よ「モルモン書を読んで祈り聖霊に教えていただくのお父様は祈りに応えてくださるわ」。 私はモルモン書を読んでいませんでした。読めるとは思っていなかったのです。でも母はよく分かっていました。母の質問は自身で知りたいという欲求に火をつけました。そして寝室のベッドでモルモン書を毎晩一章ずつ読み、それから電気を消してひざまずき、祈りました。かつてなく真剣に大きな願いを込めて祈りました。 天皇父にモルのモン書を読み始めてから御父が私の努力を知っておられ自分が大切にされていると感じました読んで祈ると安らかで平安な気持ちに包まれ信仰の光は心の中で輝きを増していきました やがてその気持ちが聖霊からの真理の確認だと気づきモルモン書が真実でありイエス・キリストが世の救い主であることを自分で知ったのですこの経験が私の成分研究の始まりでした私は今もモルモン書を読み祈っています そして聖霊はそれが真実であることを繰り返し証ししてくださいます成分を生涯持ち続けるというのは主の知恵ですモルモン書はこの真剣時代を特別なものにする金銘石ですモルモン書を研究し生ける預言者に従うとき個人的な廃墟は姿を消します 神の言葉にしっかりとつかまって命の木に来るようにという招きはリーハイから家族への招きや母から私への招きだけではなく預言者であるネルソン大官長から私たち一人一人への招きでもあるのです大官長はこう述べています。 毎日祈りの気持ちでモルモン書を研究するならばさらに良い決断を下すようになると約束します自分自身の疑問の答えを授かり生活の中で導きを受けるようになります今年モルモン書を読むことで一人一人が救い主にさらに近づくことができるように祈っています天の御父は生きておられイエス・キリストは私たちの救い主贖い主です モルモン書は主の言葉であり、主の愛です。ネルソン大館長は、生ける預言者です。私は、聖霊の隔離により、これらのことが真実であると知っています。それは、少年時代に初めて受けた証です。イエス・キリストの皆により、アーメン。